おいっす、こんにちは、メリです。今回はもうモンスターハンターコラボ2日間限定で、今日が26日なので明日の10時には終わっちゃうということで、もうこの短い間にも強化が来たので、ベスト5の方をね紹介していこうかなと思います。いつものごとく個人的なものになりますので、賛否両論あるかなとは思いますが、その辺は温かい目で見てくださるとありがたいです。はい、ということで第5位からいきましょう。第5位が、はい、こちらになります。ミラボレアスですね。いや、まあこれ強いよね。強化が入って HP が 2.1 倍入るようになったのか。で、全然リーダースキルとしても強いんですよね。5秒延長して、回復力3倍の攻撃は21倍、 HP に関しては 2.1 倍で、ドロップを何でもいいから L 字に消すことによって軽減できます。で、これね、前ね、闇の L 字じゃないとダメだったんですよ。だから闇 L 組んで無効貫通どうするねんみたいな感じの問題ができてたんですけど、今回の強化によって何でも L 字が良くなったので、かなり、使いやすくなったかなと、リーダーとしても。で、スキル内容もちょっとまだ上げてないんですけども、7ターンスキルになりまして、で、操作時間延長も入って、ドロップのロックを解除して、 L 字型に闇ドロップを2つ、右上と左下かな。で、1ターンの間操作時間と闇属性エンハンス2倍ですっていうことで、めちゃくちゃ強いスキル持ってます。これ7ターンだからね、非常にいいスキルだと思いますし、で、本人コンボ強化が超覚醒でつけれるようになったので、無効貫通火力としてもね、これ攻撃力やばいからね、この子だから。コンボ強化1個と無効貫通3つで、結構無効貫通枠のサブとしても強くはなったかなと思います。 L 字を組むことによって、まあ火力も自分でおのずと出していけるかなっていうところはありますね。はい、で、武器も強いです。で、武器も強化が入って毒耐性が1個増えました。インフレを感じますね。L 字と毒3つと、お邪魔2つで、まあ、スキル内容は変わらないので非常に優秀なスキルとなってます。これね、武器ね、まあ、最近はちょっと使う頻度減ったかなと思いますけど、また毒1つ増えたんで、しかもこのスキル内容も強化されたので、闇編成の武器にしてはこう使うんじゃないかなと思います。 L 字を盛りたい時とかに使えるかなって思いますんで、これ本当に武器が優秀ですね。本体性能も優秀だし、武器性能も強いと思います。で、もう一つの武器に関しても、追撃操作負荷お邪魔2つです。これはね、あんまり使ってるとこ見たことないし、個人的にも僕も使ってないんで何とも言えないんですが、3コンボ加算とかになったのかな、強化内容で。こっちはあんま使わないかなと思います。どっちかっていうとミラブレイドこっち持っときたいかなって思いますね。昔は三種の神器って言われて使われたんですけど、最近はって感じ。たまにパーツ埋めで使われるかなっていう。ミラボリアスね、でもう一つ言いたいことがあって、いい相方がね、あんまりいないんですよ。これがユリシャっていうキャラがいるんですが、76で追撃できないんですよね。L 字消し追撃で闇単色でいけるようなキャラ、RJ 的なそれの闇版みたいな感じのキャラが出ると非常に使いやすいかなって思います。今現状多分いないと思う。探したけどいなかったんだけど、リサーチ不足かもしれないので、もし結構ミラボリアスとこいつがいいよっていうのがユリシャ以外でいたら教えてほしい。追撃持ちのキャラ探してます。はい、彼女募集中でした。ミラボリアス第5位でした。第4位いきましょう。はい、じゃあ第4位はこちらですね。ジン・オーガです。この子も強化が入ってかなり強くなったと思います。覚醒の方は10コンボ強化と7コンボ強化2つで本人火力かなり出せますし、このステータス見てもらったら分かるんですけど、 HP1 万超え、攻撃は4700、まあ、4000後半の回復力はまあ572、そんなに回復力は高くないんですけどね。で、スキルチャージ2コン持ちということで、自身のスキルを結構ね、多色だったら軽く打っていけるっていう感じになってます。で、スキル内容も強化されて、2ターンの間ダメージ吸収、属性吸収無効になりました。2ターンになったのは強いと思いますね。で、全ドロップのロック解除して5属性ドロップに変化です。回復作んないところがちょっとまあ惜しいなっていうところはあったりするんですが、やっぱり2ターンのこの吸収無効というスキルは使いやすいので、リーダーとしても強いし、まあ、サブに置くのもありかなと思います。で、リーダースキルも強化がされて、4コンボ以上ダメージ半減、攻撃力3倍、4色同時攻撃でダメージを軽減、 30% ですね、攻撃力を8倍、多分30で合ってると思う。最近の環境に合わせたら30になるはずなんで、最近登場したエミア指導ライダー、あれと同じですね。攻撃力8倍と固定1ダメージです。まあ、文句なしのリーダースキルでしょう。で、エミアと違って4コンボで半減できるんですよ。色がなくても半減は貼れるので、まあ、そういう面でも耐久方面結構悪くないんじゃないかなとは思ってます。で、武器評価も高くて、この武器が強いですよね。指1個封印耐性と、毒毒暗闇暗闇のスキル内容がさっきと同じっていう感じです。アルバトリオン武器と同じような感じで、こう吸収無効をね、2ターン行っていけるので、そういうパーツの代わりになったりするかなと思います。ちょっとまあこの封印と指という面が違ったりはするんですが、
まあ、対戦2個ずつ埋めれたりとか、まあ、その辺もできるんでいい役割できるんじゃないかなと。このね五色陣を打つことがもしかするとマイナスなんですよね、編成によって。だから五色陣打つよりは全ドル強してくれたりとかした方が本来は強いんですけど、まあ、ちょっと相性が分かれちゃってるかなっていうのはあるんで、そういう面でもちょっと惜しくも第4位かなと。まあリーダー性能としても強いし武器も非常に強いです。あ、もう一個の武器はこんな感じですが、こっちの武器はまあ使わないかな。こういうエンハンスの列強のエンハンスあんまり使わないからな。うん、バインド耐性持ってて列持ってるのは偉いんですけど、ちょっとっていう感じはありますね。はい、ということで本体性能と武器のあの吸収無効の武器も含めて第4位とさせていただきました。ということで第3位いきましょう。はい、第3位こちらになります。今日動画で出したキャラでね、ネルギガンテです。スキルがね強化されてですね、これね7ターンで自分でループできるようになったんですよ。めちゃめちゃ強ない。最近登場したレナード・テスタロッサってキャラかな、あの子も10ターンで、自分でループできるようになってたんですけども、まあ自分で生成できるんですよね。しかもこいつ、あいつルーレット生成よね、レナードは。でこいつ全自分で生成しながらの目覚めかけるんでかなり優秀ですし、まあ、スキルも4つにできたり10コンボ強化2つにできて、火力も自分で出すことができたりもしますし、この泥強ミッド追撃っていうのがね結構ありがたかったりします。やっぱ闇編成組む上でね、泥強があるとこうカンストするよとか、今日使ったんですけど、マトウサクラとか、まああの辺で泥強があったら火力増せるねっていうのでね、この3つ補えてるっていうのはね、あとコットン武器とかで 100% にできたりするんで、そういう面で使いやすいかなと思いますし、これもマトウサクラなんだけど、追撃枠ね、追撃ないキャラクターのサブに置いてあげると追撃枠にもなったりするし、回復も盾に自分で作るしっていうのでかなり優秀です、このキャラは。で武器も強化されて泥強4つになりました。で、まあ、スキル内容も別に悪くはないんで、闇編成で使う上ではかなり強いかなと思います。スキブと泥強4つっていうだけでも強いので、まあ、かなり持っておく価値はあるんじゃないかなと思ってます。でもう一つの武器は烈烈泥強泥強クレームクラミ、まあ使いそうな覚醒はしてるかなって思いますね。で、スキルの方は4ターン半減再かな、横一列が闇ドロップに変化、半減も最近は使われるので、そういう面でも、まあ、こっちの武器も意外と強いですが、どっちかっていうと泥強スキブかな、スキブ盛るときに使いそうかなって思いますが、まあ、この辺列で、組んでいくような編成では使いやすいかな。暗闇耐性2個もありがたいと思います。はい、まあそんな感じですね。ネルギガンテ非常に優秀なサブ、リーダーはねこの子はちょっと全く使えないわけじゃないけど、やっぱ 50% 切っちゃった時の弱さが目立つので、まあ、どっちかというとサブ要因で目覚めで使っていくのが強いんじゃないかなと思います。ということでネルギガンテ3位でした。第2位いきましょう。はい、第2位こちらになります。アルバトリオンスネオですね。スネオね、この子もね強化されてついにスキブ最高4つ持ちにできるようになりました。まあただ無効貫通も欲しかったりするからね、神と悪魔に対する無効貫通火力っていうのがすごいです。でバランスタイプなので別にキラーは自由に触れたりしますし、まあそういう面で強いかなと思います。スキブ4つになったんで結構パーティーにもサブとして組み込みやすくはなったんじゃないかな。ドクター耐性 100% に1人でできるのも非常に強いと思います。でスキルの方5ターンスキルになって、ロック状態解除とお邪魔ドロップと毒ドロップも変化できるようになって、光お邪魔を火に、闇と毒ドロップを水にっていう風になりました。5ターンスキルだからねなんか最近すごいねスキル、ロック解除も非常に魔老とかでも強いと思うし、この子もサブとしても使いやすくなったんですが、まあ武器だよねっていうこれは強いよ、うん。さっきのあのジンオーガの武器を最初に出したと思うんですが、ヒドロ強4つ、まあ、これね、まあ、ヒパじゃないとちょっとっていうところあるかもしれないけど、例えばナデコとか火を変えちゃうよみたいな、元からもう変換を前提で使っていく編成においても強いですし、まあ、毒と暗闇のこの1個補うのがねめちゃくちゃ偉い。政宗と武田信玄で、100% でできますし、もうこれよ、さっき言った全ドロキはね、これです。欲しいのは22ターンですけども、2ターン内でダメージ吸収、属性吸収無効化して全ドロップ強化、文句なし。はい、よくポロネにアシストして使ってますけど文句なし、めちゃくちゃ強いと思います。でもう一つの武器も全然強いです。毒耐性4つと、ヒドロキを2つで、まあ、6解除と同じスキルですね。溜まりやすいっていうのがちょっとデメリットかなとは思いますけども、まあ毒目には使えるかなとは思います。どっちかというとまあこっち作っとったらいいかな。本体性能で使うことはね最近はあまりないんですが、まあスキブ4つになったことでちょっ
とは使えるようにはなったかな。まあどっちにしても武器がメインかな、アルバトリオンはっていう感じです。武器目当てで交換するのは非常にありだと思ってます。そういうダメージ吸収ダブルで無効化するやつ、属性と一緒に、もしそういうスキルの武器とかを持ってない人はぜひね持っておいた方がいいかなと。イノスケとかネレの武器とか持ってる人はワンチャン代用効いたりするんで、まあそれだったら無理にはしなくてもいいかもしれないですけどね。はい、そんな感じでアルバトリオン第2位でした。最後第1位いきましょう。はい、第1位このキャラクターになります。もう HP タンクのバケモンですけど、もうすごいねこの子。120にしたら2万超えるみたいなんですけど、いや HP タンクとして入れるだけでも十分価値はあるんだけどね。さらにこいつ HP 高くなったからね、強化によって。でスキブが4つになりました。サブとしての性能もかなり上がったかなと思います。で追撃持っててということで、まあ、この辺は変わらないですね。でスキルの方が5ターンに縮まりまして、ロック解除でなんかまあアルバトリオンと同じような感じ、闇とお邪魔ドロップが水で、木と毒ドロップが回復です。非常にアルバトリオンと似たようなスキルっていう感じですね。でリーダースキルの方も半減が入ってですね、ドラゴン体力タイプの攻撃力と回復力が3倍の水の2コンボでダメージを半減して、攻撃力が7倍の2コンボ加算です。なんかちょっとクシナダと似てるような感じはしますが、まあ、ドラゴン体力タイプっていうところでちょっと縛りが設けられるんで、編成は組みづらくはなってるかなと。水属性のに変えたら強いと思います、ここ。はい、よろしくお願いします。でこの子も武器メイン、これね全部強いっす。でアマツのこっちの武器も意外と使ったりするんですよね。ちょっとスキルターン短いんですけども、 HP これで持って L 字を一緒に盛りたいっていう時に使えたりします。これがね意外と使ったりするんですよ。変身キャラとかだったら変身後のスキルを短いスパンで何回も打っていくっていうのがあったりするんで、上が何つけとっても基本的にたまらないことが多いので、そういうところにアマツをつけたりとか、あとはこれね荒井くんにつけたりとかする人いるんですけど、あの気工場とかでは荒井くんにつけてる人がいたかな。でヘイストを持ってて、まあ、エンハンス持ってて回復力も上げれるよと、あとチーム回復アップと雲とスキブっていうことで、もうめちゃめちゃ強い。実質まあスキブ3武器だと思ってもらったらいいんですが、まあ、変身のサポートとして、まあ、バステトとかの上につけとくとか、まあ、そういうのでスキルの軽いやつの上につけて2ターンヘイストして、あとは自身のスキルを基本は使っていくよみたいな、まあ、そんな感じの使い方ができるのでめちゃくちゃ強いです。アマツは持ってるとどれかの形態で役に立つ、まあそんだけだですね。だからもうずっとこれ使われてるからめちゃくちゃ強い。本体はねあんまり使ってる人はいないんだけど、まあ HP 盛りたい時とかには使ってみたらいいかもしれないですねっていう、まあそれぐらいかなと思います。はい、ということでアマツ第1位でした。以上ベスト5になりました。他にももちろん強いキャラクターはいます。でまあちょっと軽く触れますか。若干こう気にしてるキャラっていうのが、例えばディノバルド、これは裏シュラにおいては非常に強いですね。マシンキラーこれが強かったりとかで、あとは玉三つねの武器かな、ちょっとこの辺にも注目しとって、5ターンスキルで打てるんですよ。これをスキルターンの軽いキャラクターにアシストしてあげると非常に強いかなと思ったり、バステとかねその辺で、あとはラージャンかな、ラージャンのこの武器とかも強いと思う。 HP 漏れるし、でラージャンのまあ、こっちも全然強いと思う。いろいろ持ってる。マイナス効果はあるけど、この辺も強いと思ってるし、で、ブラキリオスもね、持ってると非常に強いと思います。この武器も強いし、こっちも強いんですよ。こっちも。バインド持っててチーム HP 強化。これも非常にいいと思います。で、あとは、まあ、これは皆さんご存知の通りね、強いと思います。あとはね、もう一体、山つかみ。どっか行ったんだけど、山つかみのこれね、この武器めちゃくちゃ強いと思ってます。第6位に入れるんだったら山つかみかな。本体性能がマジで終わってる山つかみね、本体性能マジで雑魚だなって思ってるんで、ダメージ無効貫通してどうするんだろうねこの子は。何がしたいかわからんのんだけど、まあ、武器のみの評価で言っても第6位までいけるかなって思ってます。山つかみはこの武器持っておく価値は非常にあると思う。遅延が強いんよ、4ターン遅延。これはね多分使っていくので、テンプレにおいて変身前とかのターン稼ぎで、まあこの辺優秀かなと思ってます。はい、以上です。ということで、少しでも面白かった、参考になったっていう方は、高評価とね、チャンネル登録、あとツイッターもやってますんで、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ニートでした。バイバイ。